さあやっていきましょう。アザラシお絵かき講座第3回目ですね。3回目っていうか、その 順序立ててね、こうこれの次はこうなってみたいなことは考えてなく、書きたい時に上げているこのアザラシお絵かき講座、自分のねアナリティクスなんかを解析すると、まあ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 なんかこう再生してくれる人がいるのでね、まあ、こういうの多分需要があるんでしょうね、きっとね。こういうのをちゃんと上げていくのが多分いいと思うんだけど、なかなか普段ゲームばっかりしてるから、ドリキャスのゲームばっかりやってるから上げることが難しいんですが、最近ね、漫画の原稿じゃないけど、サークルの武士のコピー本ってやつですけども、それを書いたんでね、それのまあその作業風景を動画にすればよかったんですけど、かなり切羽詰まって やってたから動画撮る余裕もなく、とりあえず書き終えた後のこういう風な書き方で漫画描けばいいんじゃないかなっていうのを伝える、動画になります。こちらね、はい、まどろっこしいな、まどろっこしい、目かけない、はい、相も変わらず銀歩を使って書いております。銀歩書いて使って書いていくわけですけども、じゃあまあどういう風な工程でね、一つ漫画を書くに至るまでの流れをね、ダダッとこう10分ぐらいで、早ければ10分ぐらい。なんかここに線入ってない？入ってない。気のせいか。ここに今一瞬線が入ってた気がしたんだけど。気のせいか。はい。で、まずですね、自分のスタイルなんですけども、その辺の手帳に、もうわかりますね。手帳ですね。ここ見たらわかる。手帳ですね。手帳の線が入ってますね。手帳に、ネームっぽいものを書きます。ネームっぽいものを書きはするんだけれど、今回また新しい手帳で書いてたから、この幅とかが全然横幅縦幅が合ってない、漫画の原稿用紙の規定のサイズの幅に合ってなかったからちょっと慌てたんだけど、まあまあまあ、とりあえずこれをねコピー、別にスマホでもいいんですよ。スキャナーで今回取り込みはしたけど、別にそれはスマホでもいい。で、それをこういう風に、取り込みます。まず一旦取り込みます。取り込んだ後、これをね、小回りをしていくんですけど、やりやすいやり方。こういう風にですね、GIMPにあるこのガイド機能というのを使っていきます。ガイド機能。まあ、一回もガイドで小回りはしてるんですけど、こういう風にして大まかな位置でこうガイドでこうやってコマを割っていきます。結構前に上げた動画でコマ割りのやり方みたいな動画を上げてはいるんですけど、あれはあまり良くないなと最近思ってる。今のやり方ではないので、こうした方がいいよっていうのがあるので、それを今回はそれを伝えていければいいんじゃないかなと思いますが、こういう風にしてですね、コマをこうやって割っていきます。ビシ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 割っていきます。ガイドを使っておおよそ割っていくので、まあそれは、クリスタとか空いたメディバンとか下手したらアイビスペイントにも劣るようなやり方ですけれども、これにもなかなかいい点悪い点があったりしてね、まあちょっと、まあ、見ていただきましょう。それでですね、コマの割り方なんですが、あれどうしてたっけ。ここまでやったら、まあ、大体コマの数には合ってるので、これでここのガイドを使うとこの長方形選択とかがピシッといきます。でシフトを押しながらどんどんこの四角を増やしていきます。ね。割と画期的なやり方だと思うので、ぜひ皆さん、真似していっていただきたい。あ、ちょっと待って。これ、この、ここは、これは、コマ割れてなかった。で、こうして、まあね、退屈なコマ割りですわ、これは、正直。コマ割りの中でも、コマ、もっとこう、ダイナミックな小回りいくらでもある中、退屈な小回りだと思いますけど、でこういう風にしたら次、境界範囲の選択範囲の境界線を描画というボタンを押します。はい、
これで普段は2とかでやってるんですけど、今回は4とかでやってみますか。2でやって、とりあえずの大まかな線出して印刷した後、それを印刷した線を、細い線をその線の上からボールペンかなんかでジャーってやると、なんかあたかも手でやったようなアナログ感が出るので、印刷した後線をコマ線引けばいいのかなと思うのでね。そこはまあ今回はこうしますという感じでね。こういうふうにします。こうやって線が出てきますね。こうやった時点でガイドを一旦外します。ガイドを外す。ガイドにスナップとガイドの表示を消すと、こうなりますね。こうなると、こういうふうになるんですけども、なりはするんですが、それでもちょっと外れてるよね。この線とか、ここは斜めにしてたりとかあるよね。そこが外れてるので、したいと思ってるコマ割りとは違ってきているので、そこはね、修正します。こういうふうに、長径で選択して、これを、線段変形します。これかな。線段変形だよな。線段変形ですね。こういうふうにずらします。今回ここのところとここのところを合わせた、その下のネームと合わせたいので、こういうふうにします。ビシッと。で、これで、バチンと、ここの怒りのマークを下ろして合わせます。で、今度はここがずれてると。ここがずれてるから、今度はこうして、ここのところを、ビシッと。ビシッと。それちょっとずれてるね。まあ、仕方ないね。今回は仕方ない。で、こうしますと。さあ、何が問題か。何が問題か。ずれてるところはずれたままになってるってところが問題ですね。ずれたところがずれたままになってると。こういった時にね、とりあえず慌てないことね。慌てないこと。こういった時には慌てません。まずは、いらない方の線を消します。そして、これも多分いらない線かな。これもいらないかな。これも多分いらない。で、ここを、編集、コピー、編集、貼り付け。これくらいできますわねっていう。ギンプ使いこなせるようになったらこれくらいできますわねということで。はい。ほい。出来上がり。というふうにしてやっていきます。これどうなんですかね。別に、まどろっこしいっちゃまどろっこしい作業をしてはいるんだけど、まあ、そんなにストレスのかかる作業でもないかなと、個人的には思うんですけどね。こういう感じで。はい、ということで、こういう感じで、駒を割っていきます。はい。でいきます。ここはちょっとつながってないなと思えば、つながってないなと思えば、こうして、いや、これ以外の別のやり方もあるな。こうして、ここのところを描画色で塗りつぶすと。そうすれば、コピー貼り付けのような言い方ではなくてできますね。同様に。ここを選択して、こうと。OK。またこれが気に食わないので、こうしてと。こういうふうな感じして、コマを割っていきますね。まあ。こういうやり方をするのが早いんじゃないかなと。で、この線ですけど、まあ、今のところくっつきはしたけど、実はくっつけなくてもいい。最後に印刷した後、ボールペンで引くので、別にこれは、くっつけておかなくてもいいかなとは思いますね。さあ、次ですけども、まあ、この辺かな。この辺書こうとするですわね。しますわね。白のレイヤーを作っておいて、乗算かな。乗算でちょっと、こんなもんかな。よし。こういうふうに書いていっております。アナログでね、線描くのが一番いいとは思うんだけど、漫画を描くのに至って。デジタルの線ってやっぱりこう、デジタルの線はデジタルの線だから、あんまりこう、良くないんじゃないかなとは思うんだけど、まあ、下手くそな人はね、やっぱしょうがない。デジタルで描かないと描けないっていうのがある。例えばこういう紙のこのラインとかも、この
書き直せるから使えてるというか、紙の曲線に至るにしてもやっぱりこう何度も書き直せるのはデジタルの強みであって、それなしでは書けないほどの画力しかまだないというか、いきなりねビシッとね漫画家の人はね正しい線で一発 OK みたいになるんだろうけど、それはちょっとまだ画力的に足りないのでこういう風なやり方をしております。まあこれのいいところはまあこの位置がずれたなと思った時にでも、この目の位置とかをね、これちょっと位置が違うなと思ったら、これをシフトアルト、アルトシフトとかで移動できる、そういう風なねところでね、まあど素人としていてもこういった機能があるということで、はい、まあ、実際はこうは動かさないけど、 OK、まあ、こういう感じで書いていきます。基本使うのはこのインクツールですね。自分は多分このインクツール使うの人ってあんまりいないと思うかの思うんですけど、まあなんか慣れると書きやすいというか、これ濃淡が出ないんで、濃淡が出なくて細い太いしか出ない上に、これの位置によってその、ま、字書いた時こう横の線を太く縦の線を細くなるという漢字っぽいタッチで書けるので、それ気に入って使ってはいるんですけど、まあ、これ以外の何か使うってなるとどうでしょうな。これを四角にするだけでちょっとタッチ違うし、こうするとまだちょっとタッチが違ってくるよねとか感じかな。そんな感じでしょうか。まるでいいんですけどね、まるで、はい、ってな感じでこういう風な感じで書いていきます。まあちょっとまあこの時点であまりネームの時点でそんなにしっかり決まってなかったら、まあ迷いながらも正しい表情に近づけていくとかいうこともできるのかなというような気はしますけどもね。はい、ということで、まあ、こんな感じで書きました。この時点で画量転生を書いてますね。ここまで表情を書けたはいいがみたいな。ちょっと目入れとこう。ちょっとね、下を向いてるのでね、あんまりこう、ハイライトを大きめに入れずに、こういう感じかな。どう、この白を入れられるっていうのも、白ちょっとなんか違うな、イメージとなんか違うな、結局消しちゃう。これもこのまま白のままでいいぐらいか。これでいいな、こんな感じでいいな。うい、オッケーです。でまあここら辺はちょっとこだわりのポイント、雷のエフェクトってなんかいいのないかなと思って Google でググってみたけど、なんかいいのが見つからなくて、いいのがあればもうそのままパクるだけなんだけど、パクるだけっていうか、まあパクっちゃいけないんだけどさ、まあ別に外に見えるもんじゃないから、とりあえず時間がない時だからパクろうと思ったんだけど、そんなもういいの、そのいいのすらなかったので、とりあえずこうガシャガシャーンってなって、でこれがこうヒョロヒョロヒョロってなって、でメインの道みたいなのがあって、でこれがこうなってれば雷っぽいかなみたいな感じで、基本的に稲妻のこのイメージで描いてこうなっております。結構よく描けたかなとは思いますけどね。さあ、ここまでで、だいたいこの下の主線が引けたかなというところで、次トーンですね。漫画にはトーンが必要になってくる。しかしギンプにはトーンというものは特にないので、さあどうすればいいのかということなんですけども、今回採用しているのはこちら、また乗算レイヤー使わなくちゃダメか。乗算レイヤーなんですけども、ここにね、インクスタンプ、遠近スタンプで描画というボタンがありまして、これを使っていきます。設定はこのままで、パターンってところから、いくつかの
トーンパターンというのがネット上に探すところがあっていて、これを採用します。はい、ただこれもね欲しいのがないんですけどね、欲しいのはいつもあるとは限らないというか、なんで自分で作れたらベストなんでしょうけど、まあ、今回はこの紙の部分、自分オリジナルキャラクターあんこちゃんのね紙の部分のキャラ色トーンをしようとした時にこうします。ガシャーっとガシャーっとガシャーっと、これをトーンと呼んでいいのかどうか分からないけど、トーン代わりに使っております。スタンプですね。ただこれこのサイズが拡大しても縮小してもこの幅になるから、あんまり小さいやつだとこれがギュッとこう縮小されて印刷した時に見えなくなったりするのでね、小さいというか大きい紙のやつだとこれが小さくなりすぎちゃう。小さいイラストだったらこれで別にいいのにとか、もう一種類確かってこういう種類のやつもあるんだけど、これぐらいだともう印刷した時にはただの灰色になっちゃったりするのでね、これちょっとまた自分で多分パターンを作れるといいんでしょうけど、そういう使い方をなかなか金品でできる人っていうのはかなり上級者なので、もしも興味があれば挑戦していただきたいってことかな。こういう風にするんですけど、こういう風にするんですけど、あー行き過ぎてしまったってなるでしょ。こういう時に消しゴムで消してるから、アルトボタンを押すと逆消しゴムっていうのができます。逆消しゴム、アルトボタンを押すとね、そうするとこういう風にして戻す復帰もできるので、消して復帰して消して復帰してしながら、だからトーン針の作業が非常にこの動的にできる、動的になんかこうアナログチックにできる。書いてないところは消せないけどね。こういう風にしてトーンみたいなものを乗っけております。もう一つやり方があって、こっちがねやりたいんだけどうまくできてないっていうもう一つやり方があって、それはですね乗算レイヤーでやっていきましょう。これうまくいくかな。こっちは今回は採用してないですけども、大体の紙の色をこれぐらいだとしたら、これも逆消しゴムかな。あーそっか、まあええか。オッケー。まあね、あまりこのいろんな他の人の書き方とかあまり見るわけではないので、このやり方が常に正しいとは思わないし、まあ、自分オリジナルのやり方なので、まあ、もしもこういう書き方がわからないとか、自分の書き方に限界を感じる人がいたら自分の書き方とかも参考にしてもらえばいいのかもしれないですけど、基本的にはまあね自分で編み出すのが一番かなとは思いますけどね。自分でこういう風な書き方でもしかしたらできるかもしれないなみたいな感じで書くのがいいかなと、自分に合った書き方もあると思うんでいますけども、このようにしてとりあえずここを紙の部分をだいたい灰色にしましたね。だいたいもうちょっとこの辺もこういうところなんかざっくりやるのが大事、なんか細かく塗ろうとすると時間かかっちゃうので、ざっくりやるのが大事だとは思いますね。こういうところとかはみ出しちゃうでしょ、はみ出しちゃうけど、これアルトでやれば綺麗になるわけだから、一回一回はみ出さないようにやるんじゃなくて、はみ出した後どう修正するのかを考えながら塗るとスピードがアップするんじゃないかなと思います。でさあ、こう塗りましたらばこれを、一旦多分下が抜けてるので、消しゴムで消したの下が抜けてるので、下のレイヤーに結合させます。でこれで灰色の部分ができたと思うので、これを、トーン化したいと、まず階調の反転をします。その後これに対して、フィルターで変形新聞印刷、どこだ逆かな
逆っぽいね。逆だね。あれ？なんか。じゃあこのままでいいのか。これでいいのかな。これでいいか。これいいっすね。こういう感じで新聞印刷の丸を使う、新聞印刷っていうスクリプト風を使うと、ドットになります。薄い灰色とかが。これでセルサイズがちょっと大きいので小さくしていくと、こういうことをすればですね、もうちょいかな、これぐらいかな、角度が。角度適当に書いてます。こんな感じかな、うん、こういう風なことをすれば、ちょっと怪しいな。あんまきれいじゃないな、トーンが。トーンというにはちょっと、トーンというにはちょっとはばかられるようなトーンだな。フィルターか、フィルターを使って変形、新聞印刷、もっとオーバーサンプルを上げる。難しいございますね。30、大きいと多分綺麗になるんだけど、綺麗にはいけるんだろうけど、そうするとちょっとこうトーンとは言えないよね、これは。待っております。トーンというにはちょっと主張が大きすぎるトーンだよな。もうちょっと小さくないと、点がドットの一つ一つが小さくないとトーン感は出ないかな。やっぱあんま綺麗になんないんかな、そんなには。雰囲気にしかならないか。まあまだちょっと研究中なんで、これはまだこれはまだ技術的に未熟、まだまだ未熟、まあ、こうすれば一応トーンっぽくは なっとるよね。トーンっぽくはね、トーンっぽい何かができます。はい、今回は採用しない。これやるよりは多分こっちの方で、こっちの方のスタンプじゃないわ、遠近スタンプを使って、トーンをこっちで自作のやつを作っておいて、それをペタペタペタってやる方が綺麗になるような気はしますけど、こっちの方は残念ながらサイズがね、こういうトーンはありますけどって感じですね。これは多分綺麗にはいくけど、これとかね、トーンじゃないもんね。多分これ汚くなっちゃう、多分印刷したら。まだまだ修正の余地あり。これで、まあ、大体こんな感じでね。この新聞印刷を使ったトーンのいいところは、グラデーションもトーンにすることができるんで、例えばこれがこう、黒を使おうか。黒のこういったものを作ったとして、これを、これに対して新聞印刷のあれを使えば、こういったふうな感じでね、こういった感じの草間弥生みたいな水玉トーンのグラデーションも作ることができるわけですね。これを利用するとこのトーン感での陰影も作ることをつけることができる。トーンの濃淡で陰影もつけれるので、まあ、応用することはできるのかなとは思いますけど。ね。ほい、ということでね、こんな感じで。応用できるところはあるかなとは思います。が、まあまあまあ、こんな感じということで。こんな感じの方法はありますよと。さあ、次。漫画に大事なのは文章でございます。さあ、文章、まあ、ギンプにはデフォルトでは縦書きはできないと。じゃあ縦書きどうすればいいのかなってなった時に、縦書きにする、追加ファイルもあります。追加ツールもあります、ギンプにはね。こちらを使ってやっていくんですけども、入れるとですね、縦書きフォントという縦書きっていうのがあります。縦書きっていうのは、これを使って
言葉を入れることができるんですね。言葉っていうかその吹き出しの中を書くことができる。ただあの漫画を書くときには漫画のフォントっていうのは決まってて、大体吹き出しの中、原影アンチックっていうのを使います。原影アンチックで例えばそういえばと打ちますね。ここ入れるつもりで作成、小さい変更ボタンを押す。もうちょっと大きく40、まだ小さい、変更ボタンを押す。90、大きい、60ぐらいかな。こんなもんかな。でこれをこういうふうにしてはめることで吹き出しをの中にセリフを入れております。これもですね、まあ原始的なやり方ですね、多分ね。他のソフトを使えばこんなやり方しなくていいと思うんですけど、まあこれで一応過不足なくできるので、タンタンタン、あれどうしてもこのそういえばの方がつかめない。アクティブなレイヤーでそういう時はこっちのね、こっちを使う、こっちの設定を変えると、こういう感じでこうこれを消して、これ入れてトーンを入れますね。トーンをほいして、まあセリフはまあええか。これをバーってたらセリフが入ります。はい。という感じで、まあ、ここまで書いといて、この辺のね、この辺のやり方とかも、あの、さっきのパターンを、右側の斜線と左側の斜線を組み合わせて、二重斜線にして濃くしてますけど、二重パターンにしてクロスさせてますけど、こういうやり方も使っております。はい。まあ、こんな感じで漫画描きますという、紹介ですかね。これか？違うな。ここ違う。これ違う。これ。これね。こういう感じです。ピッピッピー。今回はアザラシの漫画描き方講座でした。漫画描き方講座。これでポン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 ってやった言葉入ってきますね。だいぶ漫画っぽいでしょ、だいぶ。でもこれまだ完成じゃないんですね。これを一旦こう、印刷して、原稿用紙に印刷したものをさらにもう一手間。例えばこの時代だと画料転生を書いてるっていうのはさっきも言ってたけど、やっぱデジタルで目入れるのはあんまり好きくないので、実際スキャンされたものに対して目を瞳を入れたりとか、まあちょっとこの辺の線が足りないなと思えば書き足しを、印刷したものに対して書き足しをしていくとか、こう線を増やすとか、あとはまあもちろんこの枠線を引き直しとかやって完成になります。はい。今回はね、漫画の描き方講座ということで、実際この場では書いてはないんですけど、こういう風にやれば描けるかなという、大まかなね、ガイドラインは示せたかなと思います。またなんか機会があればね、テクニックをお教えできればいいかなと思います。ザラシって書きたいけど、そんなおしゃれな、なんか筆記体みたいなの、そんなのない。ああいう綺麗な字書ける人って何なんだろうな。やっぱ練習してんのかな、死ぬほど練習してんのかな。下手すぎて、あざ、まあ、いやいやいや。はい、ということで、また次回、どこかでお会いしましょう。ほなまた。